大宗派における最古の流れの呼び名である。正式には、ガギュル・ニンマパといい、旧世紀まで続いた古代と番時代に翻訳された古タントラに依拠する古い宗派であることを意味する。他の三宗派と同じように、正門独角上、菩薩上、秘密神言上の三条を編集することを説く。後期密教のタントラの一つである。 喧嘩猛タントラと密接な関係にある秘密像タントラを影響として資源正常、自然成就を説く、俗チェンを採用儀とする密教の教義、大乗司法の分類方法が新約書宗派と異なる。760年前後、チベットでは数十年前に伝来した仏教と伝統宗教の盆教との間で対立が生まれようとしていた。 仏教に帰依していたトバンを滑るチベット王、ティソンデツェンは、インドからパドマサンババとナーランダ僧院の僧、シャーンタラクシタを招兵した。ティソンデツェンは、仏教の聖典のすべてを、チベット語に翻訳するよう依頼した。パドマサンババ、シャーンタラクシタ、108人の翻訳家、パドマサンババの直弟子25人が、この巨大な翻訳プロジェクトのために長年を費やした。 この業績が、後のチベット仏教に、大きな影響を与えることになる。パドマサンババは、主として、タントラの翻訳監督を、シャーンタラクシタは、スートラを担当した。また、パドマサンババとシャーンタラクシタは協力してサムイエーデラの建設にあたり、767年に建設を開始し、771年に、落建している。 サムイエーデラはその後、長い間、チベットの聖典翻訳の拠点となった。この時、宋に七つの遺界が、初めて制定された。また、中国人像のマハーヤーナを、修論の末に、チベットから追放し、全州を異端とし、インド仏教を正当と定めている。これらの活動が基礎となり、チベットに、無常湯がタントラを元にした仏教が確立した。 ニンマ派の交渉家でもあった子、ドゥジョム・リンポチェの教えによると、歴史上のパドマサンババが伝えたインド密教の手法の主なものは、俗チェン、秘密像タントラ、八大ヘールカと、善行等である。840年代頃から、ランタルマ王の時代に、ボン教徒と、仏教徒の間の政治宗教上の対立が原因となって混乱が起こり、 トバン王朝が滅びたため、王家の保護を失った仏教は、表面上は衰退したように見えたが、仏教徒となっていた有力士族の家系に受け継がれた。彼らは、在家の密教行者集団を形成しながら、中央、アジアや中国からも、学僧を招き続け、コタントラ文献の翻訳活動を継続した。これらのコタントラが、人カマとも呼ばれる、文献軍であり、 後に発展する、ニンマ派の競技の転居となった。11世紀に入る頃になると、西チベットのグゲ王朝の日ご下で、役教官リンチェン散歩が翻訳活動を行い、西ベンガル出身の学僧は T 社によってカダム派の戒律復興運動が起こったほか、インドの西ベンガル地方を中心として発展した、平馬樹ラや、チャクラサンバラなどの新しいタントラがチベットに導入され、 サキャ派、カギ派などの新約派が成立した。そのため、古代王朝の家臣の家系で受け継がれていたコタントラの伝統に従う仏教徒がこの時初めて旧約フルパと呼ばれた。ニンマ派という宗派組織が実体を持ってあったのではなく、都藩時代の仏教の流れを受け継ぐ様々な流派の総称であった。これ以降、主に歴史上のパドマサンババの教えを伝える。 旧約教典類に基づく人間鎌の教えと、その25人の皇帝らによって埋蔵されたと伝えられる教義のテルマを発掘する埋蔵業発掘者たちによって、新約派の影響も受けながら、教義を継続的に発展させてゆく。12世紀には、八代英、ルカの成就法の集大成、 カギエデシェ・ドゥーパなど多くのテルマを発掘したんだだく、ニャンレル・ニマウセルが活躍したほか、大学者、ロンソム・チューキ・サンポがニンマ派の競技を体系化づける、試みを行った。また、カムのデルゲイにカタンパ・デシェクによって家ク・デラが混流された。13世紀には、グル・リンポチェと、その八変化を主尊とした、競技体系、ラマ・サンドゥを発掘したグル・チョーキ・ワンジュクが活躍した。 彼によって現在まで見られるような、ンマ派の儀礼様式が確立した。女性のテルトン、蝶も面もも活躍した。14世紀には、海外で、チベット死者の書として知られる、パルト・トゥドルを含む、競技体系、死と、ゴンパランドルを発掘した、カルマリンパのほか、ラマゴンドの体系を発掘した、サンギエリンパ、ニンマ派と梵教療法の競技を発掘したドルジェリンパ。 北竜埋蔵教説の伝統の創始者陸人、ゴデムチェンラが活躍した。また、ロンチェンラプジャムパは、それまで完全な統一の取れていなかった、ニンマ派の教義を採用義俗チェンを主軸にして一つの理論体系にまとめ上げた。その著作には、七蔵をはじめ、ニンティクヤシ、ガルソー・コルスム、ランドル・コルスムなどがある。15世紀には、リンチェン・リンパ、 ラトナリンパが活動した。ラトナリンパは、コタントラ州勢を収集した。16世紀にはテルトンである、ペマワンゲルがエワムチョカルデラを混流している。17世紀半ばには、ダライラマ五世が、モンゴルのグシハン王朝の軍事力を背景に派遣を握り、ガンデンポタン政権を樹立し、ゲルク派総院の階層型組織を基軸に、行政システムの構築を進めた。 ダライ・ラマ・五世はニンマ派の旧家の出身で、本人もニンマ派の競技体系、3はギャチェンを表す常住者でもあった。そのため、ゲルク派からの攻撃によって衰退していたニンマ派を厚く保護し、1659年、チャンテルの伝統を伝える、音楽器ワンポのドルジェタクデラ、1676年には、弟子でアリゴニシともなった、テルダク・リンパによるミンドルリンデラ、 1685年には、死である、チェンリンポチェによる東チベットのカム地方北部の、チェンデラなど、大事院の建設を全面的に支援した。これにより、それまで在家の密教業者中心であった、ン和派に、組織立った出家者集団が加わり、一定の政治的影響力も持ち始めた。このことがゲルク派からの大きな反発を招いた。 ミンドルリンデラを混流したテルダクリンパは弟のロチェン・ダルマ・シュリーと共に文献の収集と工程事業を行い500巻にも及んだと言われる金字経典にまとめ保存したその中でもラトナリンパの業績をもとにしてニンマカマの根本ンンタントラと古いテルマを集めたコタントラ修正マカマとその歴代の学者たちによる重要論書を集めた ニンマカマシュ集の基礎作業を行った。また、ニンマ派だけに限らず、常受法を集めた、ドゥプタプドジョブムさんは、19世紀に編纂された、テルマ修正、リンチェン・テルズの原型となった。ダライラマ5世の死となった、テルダクリンパは、政治面においても、相談役となった。これ以来、ミンドルリンデラはニンマ派の総本山と定められ、代々のミンドルリンデラの雑誌が、 中央チベット政府に対するニンマ派の総代を務めることとなり、一応の強派組織が成立した。カム地方では、ラサ政府とは、政治的立場を異にする、デルゲオーケが摂取となり、1665年に、ミンギュルドルジェとカルマ着名の教説、ナムチュを伝えるペユルデラが、軍参シェラップにより建立された。また、ドゥドルドルジラがテルマを監督してカトクデラの伝統の、 最高に尽力した。1717 17年、モンゴルのジュンガルブが侵略してきた際には、ドルジェタクデラ、ミンドルリンデラが、怪人に返している。1735年にシェチェンジが混流された。18世紀後半には、ジグメリンパが活躍した。彼は、ロンチェンラプジャムパから霊的に、ロンチェンリンティクの教えを監督したほか、ロンチェンパが、 七蔵で説いた、ンマ派の競技体系を簡潔にまとめ上げた、四点図などを表した。ロンチェン・チェニンティクの伝統は、ジグメリンパの二大弟子、ドドゥプチェンジグメティンレイウーセル、ジグメギャルウェニュグを通じ、前行の解説書、軍ン・ラマの教えの著者であるパトゥルジグメ長期ワンポ、などに受け継がれ、デルゲ王家の保護を受けて、東、チベットを中心として、大いに栄え、 長州派運動の原動力となった。19世紀には、東チベットのカム地方、デルゲ王国の庇護のもと、州派を超えて、競技を学び合う、長州派運動が展開し、ゲルク派からの攻撃に抵抗した。ジャムヤン・キエン・ツェワンポ、ジャムゴン・コントゥル・ロドゥタイエ、チョギュール・デチェン・リンパ、チャジル・デチン。リンパ、1829年から1870年。 らが中心となり、三逸仕掛けていた新旧タントラに関する文献を収集し、リンチェンテルズ60巻やダムガクズ18巻などの大全集にまとめた。特に、リンチェンテルズには数百に及ぶ主要なテルマが収録されている。また、ミパム・ジャムヤン・ギャツは、主に、ジャムヤン・キエン・ツェワンポの指示によって、謙虚については、中眼総言論中、両表尺中、 大乗双言教論中等、密教については、秘密像タ造単虎尺、タントラ中、八大英、ルカ解説や、ミカンの、ニュクセムコルスム等、徴収派的な視点に立った、教科書を数多く表した。これらの教科書はニンマ派のみならず、サキャ派、カギュ派の学問時でも教科書として採用されている。また、同時代には、アムド地方五六出身のドジョムリンパや、 カム地方、ニャロン出身のソギャルレラプリンパなどのテルトンも活躍した。近現代のニンマハの長は次の通り。チュンリンポチェドゥジョムリンポチェディンゴケンツェリンポチェペノルリンポチェ、ミンリンティーチェンリンポチェ、トゥルシクリンポチェタクルンセトゥルリンポチェ現在、ニンマハ六大寺院と呼ばれているのは、ゾクチェンデラ、カトクデラ、ペユルデラ、シェチェンジ、ミンドルリンデラ、ドルジェタクデラである。 族チェンデラは1960年代の文化大革命で被害を受けるが、文化大革命後の1970年代後半から中国政府目人の形で復興が始まり、2004年にはメインテンプルが再建されている。2008年現在は13代目の族チェン七世、天神ルントクに今が総院長を務めている。家徳デラは、モンゴル、中国、湿キム、 ネパールにも、文員を持ち、何人かの転生した、トゥルクも住んでいる。ペユルデラは、1959年のチベット動乱の、サイノザス・ペノル・リンポチェの亡命に伴って、南インドのバイラクッペに移された。ペノル・リンポチェは時々帰国して、中国のペユル・テラ再建にも携わっており、また、リンゴ・ケンツェ・リンポチェが、亡命先で死んだ後数年間、 ニンマハの長の役割を務めた。シェチェン寺も文化大革命で破壊され、亡命した化身ラマのシェチェンラブジャムリンポチェ7世が、ネパールに本山を移している。一方、中国のシェチェン寺も再建が進んでいる。ニンマハの総本山の一つ、ミンドルリンデラは、文化大革命で被害を受け、インドに再建されている。ミンドルリンデラのザスミンリンティーチェンリンポチェは、 インド在住であった一方、三南地区に残されたミンドルリンデラも、文化大革命時には倉庫になっていたが、現在は再建が進んでいる。ニンマ派のもう一つの総本山であるドルジェタクテラは1959年には400人の僧がいたが、1960年代の文化大革命で破壊され、インドに再建されている。 中国のドルジェタク寺も1985年から再建が始められている。一方、チベット本堂で新たにできる、ニンマ派の寺もある。それは、カリスマを持つラマのもとに自然に集まってきてできたもので、完全チベット属自治州白玉県付近のアチェン、ガル、ガルンガルなどである。本来、ニンマ派には密教に、特有の、シャビンという伝承方法が生きていて、海藻。 パドマサンババの秘訣を伝えている。チベット動乱を契機として、1959年に亡命したドゥジョム・リンポチェによって、伝統の維持とニンマ派の復興を目的として、シャビンが実際に公開された。その結果としての教法は、カマ、テルマ、タクナンに分類される三つがあるとされる。しかしながら、以上のような教えは他派にもある。ニンマ派の教法は、コタントラ。 つまり古分け密教教典を伝承する流れということに尽きる。鎌とは、口頭で人から人へと伝承されてきた教えを意味する。いわゆる、人間釜は、テルダクリンパ、ロチェンダルマシュリー等が古い伝承を編纂し、ゲルセーシェンペンターイエーが完成させ、ドゥジョムリンポチェ等が増補したものを指す。なお、その中でニンマ派で重要視されるものは、 秘密像タントラや、インド後期密教の生理的洋画を解説した、経典である、吉祥秘密像族皇族等が挙げられる。秘密像タントラは、771年にサムイエーデラが、混流された後、パドマサンババがその東北の地にある天風において、イエシェツオ・ギャルをはじめとする25人の弟子たちを集めて、伝授を行ったもので、チベット仏教の密教の教えは、 秘密像タントラから始まったと言っても過言ではない。この教えを伝授した上で聖地卓丸に場所を移し、現時点で交渉できるものとしては、チベット史上初めての俗チェンの教えが弟子たちに説かれた。そのテキストは、コタントラに講義録はカンドニンティクに残されている。テルマとはパドマサンババなどが秘匿した教法を、地面の下や湖の中、岩や、 空中、様々な場所から取り出し、サンスクリットやチベット語、ダーキにいい文字で書かれた経典を、テルトン島が解明したものである。さて、ルとも言う。タクナンとは、正常な権限であり、パドマサンババなどのサトシミが、瞑想状態や、夢、霊感の中において、テルトン島に対して、直接伝授するものである。ゴンテルとも言う。 ニンマ派の修行の中心となるのは、秘密像タントラと、その主尊である、大元化混合の教えに加えて、俗禅の見解とその、グルヨーガである。しかし、その前段階として、コタントラの、パルトトゥドルの実践法である、シトヤイダムとして、八大ヘール化の体系の手法があり、グルツェンギエーや、サンバルンジーなどがある。それらを完成に導くために、 全行を基礎として、四大宗派共通の日課経典でもある、生命吉祥上真実名義業の独唱と、その共中の大言歌唱の理解に加えて、先の手法に関係する、無常優タントラに基づく御事、核を集めた、最次報、グル、デーバター、ダーキニー以上の三本尊を祀る、ミネ本法がある。なお、論ティクでは全行に、中と。 ポアを入れるが、中はして派や、中派から伝わったものであり、カンドケガンの声明が一般的であるが、パドマサンババが実際に伝えたインド伝来の方ではないし、ポアは様々なバリエーションの法要形式があるのでそれぞれ別行立てとされる。ミネ本法では、グルとしてパドマサンババを中心に、釈如来や観音、今後を去った、デーバとしてグルタポや、 マハーカーラ、八大エルカのプルパコンゴ、ダーキニーとして、シンハムカーやイエシェツオギャル、マハーカーリー、ターラーブツモ等ウを祀って、法要や手法、瞑想等を行うことが多い。ニンマハの競技体系には、パドマサンババ以来の、球場競馬がある。俗チェン球場の頂点に位置するアティヨガは、俗チェンとも呼ばれる。俗チェンは、自然成就を強調し、 明治と空将が富士である境地を悟る教えである。俗チェンの教法は以下の三部に分けられる。テルマは忍魔派を特徴づける重要なものである。いわゆる忍魔派の教義の伝達は死から弟子へと受け継がれる死死相症の窯と発見されたテルマから新たに得られるものの2種類からなる。忍魔派の教義によれば、 ソシパドマサンババは9世紀、後のチベット人のためにニンマ派の教えの神髄を様々な形で埋蔵したとされる。この埋蔵されたものがテルマであり、それを発掘する重要な役割と才能を与えられた宗や化身ラマがテルトンである。テルマテルマとは、テルトンが探してきた古代の経典や遺物、あるいは刑事のことである。カギュ、ゲルク、サキャ、 盆教徒のテルトンもいるが、一般的に、テルトンといえば主にニンマ派の層を指す。ニンマ派の伝承によれば、カドマサンババと、その主要な弟子たちは、ランダルマ王の仏教弾圧の時代、仏教を守るため、数百もの聖典、仏具を、チベット高原各地に秘密裏に隠したとされる。そして、人知の進化に応じてその時代にあったテルマが、発見される。テルマは、 必ずしもものではなく、テルトンの心の流れに隠されることもある。ニンマ派の教えは、時代とともに発見されたテルマをもとに、少しずつ膨大なものとして、発達を遂げていった。テルマという考え方はインドに洗礼がある。例えば、リュウジは、釈迦から時を超えて伝えられた、般若行の最後の部分を再発見したとされる。基本的に、大乗経典は、 抗議のテルマと考えられる。テルトン人マ派の協議によると、テルトンの多くは、パドマサンババの25人の主要な弟子の化身ラマである。最初に現れたテルトンは、サンギエラマである。テルマの発見者として、有名なのは、5代テルトンと、8代リンパである。その他に、重要なテルトンとして、リグジンゴデムチェン、ウギエンチョギュルリンパラがいる。 ネパールの主な宗教はヒンドゥー教であるが仏教も存在する。どちらも哲学的な宗教であることから自らがヒンドゥー教徒であるか仏教徒であるかを意識していない人も多い。ネパールはもともと釈迦の出身地だったこともあり古くから仏教が存在し密教の早くから伝わっているがニンマ派の影響も見られる。チベット動乱によって 1959年前後から難民と共にチベット仏教が流入したため、ネパール仏教は近年では衰退の傾向にある。ありがとうございます。